黒林林日本共産党の倉林明子です、えー、まず最初にですね、産科医療保障制度について質問したいと思います。さっきの国会でも、えー、さまざまな方から質問もあったものでございます。これ、早産で生まれた子どもさんがです、ね、脳性麻痺となった場合に、総額3000万円が保障されるという制度であります。その児と その家族を支援するとともに、産科医療の向上と、これを目指して2009年に創設された、これ、訴訟の問題も産婦人科では大きな課題となっておりまして、これ、資料でつけておりますのは、この制度発足前から訴訟は減りつつあるんですけれども、ぐっと効果を上げていると。 いうことが、有効に機能してるということが見て取れる、これ一つ、目的の一つですけれども、有効に機能してるということを言えると思うんですね。そこで、えー、実はこの制度、をあの検証を踏まえて、2022年1月から、これまで行ってきた個別審査が廃止されました、えー、制度改正されたその理由についてご説明ください榎本上政局長、お答え申し上げます。 産科医療保障制度の保障対象基準につきましては、運営組織でございます、公益財団法人日本医療機能評価機構が設置しております、産科医療保障制度運営委員会等におきまして、その時点の医学的知見や医療水準を踏まえて、学識経験者や、あるいは医療保険者等による検討が行われまして、当該検討の結果を踏まえて、 市科小審議会医療保険部会における審議を経て定められているところでございまして、その時点における適切な基準を設定しているところでございます。で保証対象基準につきましては、今ご指摘ございましたように、あの2020年1月の,あの制度の見直しでございましたが、この見直し以前は、在体収数が28週以上で出生された子どもについて、一律に分娩に関連した脳性麻痺か定かでなかったということから、個別に審査されることとされていたところでございます。 しかし近年の週3期医療の進歩によりまして、在体週数28週から32週未満の脳性麻痺について、医学的に未熟性による脳性麻痺ではなくなり、また、実際の医療現場においては成熟時と同じような医療が行われていることなどを踏まえまして、2022年1月より、在体週数28週以上の子どもを一律、一般審査の対象として、個別審査を廃止したということでございます。 田林君ちょっと説明、なかなか分かりにくかったなと思うんですけれども、これ、蓄積がされたんですね、治験がね、2009年から14年までのところで、対象外になった子どもたちに対しての検証やったんですよ、検証を。そしたら、なんと99%が実は対象になるという検証結果が出たということなんですよね。つまり 保証対象と同様の分べに関する事象が発生していたということなんですよね、これまでの個別審査の基準、ここには十分な合理性がなかったっていうのが、改めて分かって、これ見直しに至っていると、ここが大事だと思うんですよ、ところが、ところが、ほんまやったら対象やったねという人たちが、 あの救済されてないわけですそこでね、親の会も作られまして、あの働きかけもされてきてるんですけれど、検証期間の間に、個別審査対象となったもののうち、ですね約半数の414件、これが対象外になってるわけですよ、保証を受けられないと。ケアしている保護者の皆さんの声、私も直接聞かせてもらいましたけれども、バリアフリー化のためにね、 高額のお金かけて家直したと、あるいはケアするために、ですね親が両方働かなあかんと、お金もいると、そういう中でね、体を壊してしまったというような方もさえあったわけですよ。これね、あの福祉制度、福祉サービスで補填されるものじゃないんですね。で、本来は保証対象とされるべき相残時。 これ、結局取り残していいんだろうかと、あまりにも不公平ではないかと思うわけですよね。私ね、改正前に個別審査で対象外された、こういうすべての子どもさんたちに遡って、平等な保障っていうことに踏み込むべきだと思うんです、これ、大臣、いかかがですか加藤厚労大臣。あのこの間、の保障の対象基準、まあ、さっき委員ご話があったように、 ルルールその時々において決めて、そして令和4年からは、個別審査の基準を廃止したという、まあ、こういった経緯を得る中で,です、ね、今、委員ご指摘のような声も頂戴していること、これはあの事実でございます。ただ、のこの制度、ご承知のように、日本医療機能評価機能と、保険会社が保険契約を締結をし、そして医療保険者が掛け金をすべて負担する形で実施され、そしてどういう保証対象をするかというのは、その都度つを 3回医療保障制度運営委員会等において、その時点の医学的知見や医療水準を踏まえ、学識経験者や医療保険者等による検討が行われ、またその結果を踏まえて、社会保障審議会、医療保険部会における審議を得て定められている、こういう経緯を得た上で、作られた、そのいわゆる保険民間の保険制度を活用しているということでございます。 したがって、そもそもその対象になってないものを、後から対象にしていくっていうのは、その心情的なことはちょっと別として、ですね制度としてはえ大変困難であるということは申し上げておかなきゃならないというふうに思っておりますし、ああの今の段階では、こうした制度の仕組みについて、ご理解いただけるよう、ですね丁寧な説明を行っていきたいと考えております、はい、まあそういう答弁もあってですね。 親ののの会員の皆さんんから重ねねてて要望も出てるんですよ、ね、あの社会保障審議会の,その部会で,です、ね、当事者も入れて、もう一回検討してほしいと、こういう声も出てるわけですよ、私はれれ保険契約との関係でね、もうその訴求することは困難だということにしていいんだろうかと、実際に今今ですね、検証してみたら、対象に該当するんだということは明らかになって、 改めてこうやって検討を求めておられるわけで、私はね、やっぱりこういう取り残されるようなあの童や家,家族を作ってはならないと思うんです、基金は十分にあって、掛け金の、ね、値下げも行われているぐらいですよね、そういう意味でも、慎重な問題にせずに、解決に向けた決断を求めたいと思います。よく検討していいたただきたい 次にです、ねあの、非正規公務員の問題について質問したいと思います。これ、まず最初にです、ね、労働契約法の改正によって、有期雇用の労働者が申し出れば無期雇用となると、この無期転換ルールが導入されて、もうすでに転換された労働者が158万人に達しているということです。一方です、ね、申し込み券の行使を妨害すると。 こういうい使用者も後を立ちませんえ具体的に把握している内容について、特徴的なところで結構ですので、端的にご説明を鈴木労働基準局長。えー、お尋ねの,の無期転換の申し込みを回避するような行為でございますけれども、これはの、は労働局におけます相談事例等から私どもが把握している内容でおきましては、無期転換後の労働条件につきまして、賃金、労働時間などの条件を引き下げる。 定めをすることによって、無期限間申し込みを抑制するケースでございますとか、契約更新上限を設けた上で、形式にクーリング期間を設定しまして、期間経過後に再雇用することを約束した上で雇いでも行うと,、まあ、といった事例があると承知しておりまして、私ども厚労働省としましては、労働契約法の趣旨等に照らして問題がある事案を把握した場合には、都道府県労働局において啓発指導などを実施しているところでございます。はい浦 今はです、ね、労働者の4人に1人が有期契約労働者ということになっておりまして、実にその7割が女性が占めております、で現行法の、では雇い止めの横行っていうのを止められてないっていう現実が多く見られております。で 私今あの、労政審での議論もされているようでありますけれども、少なくともですね、少なくとも無期雇用原則とすると、そういう法改正が必要じゃないかと思うわけです、大臣、いかがでしょう加藤厚労働大臣、まああの。今おっしゃっている委員のご質問は、有期労働契約のいわゆる入り口規制にかかるお話をされているんだと思います。 この,あの無期転換ルールの創設を盛り込んだ平成24年の労働契約法改正を、労働政策審議会で検討した際に、まあ、合理的な理由がない場合には有期労働契約の締結を禁止する、いわゆる入り口規制の導入についても検討がなされたところでありますが、えー、議論の結果、有期労働契約を利用できる合理的な理由に該当するか否かをめぐる紛争を招きやすい。 雇用機会を減少させる懸念もあることから、導入すべきとの結論には至らなかった一方で、まあ、無期転換ルールと雇い止め法理を定め、有期労働契約で働く方の雇用安定を図ることとしたところでございます。まあ、その後、本年3月に取りまとめられた有識者検討会の報告書においても、えー、結論だけ申し上げると、現時点で無期転換ルールを根幹から見直さなければならないような大きな問題が生じている状態ではないと、まあ、されているところでもございます。 引き続きさまざまなご意見をいただきながら、あ必要、あのをいただきながらです、ね、この問題に対して対応していきたいと考えております、はい、いや、あの、入り口規制の問題についての、今、ご説明あったんだけれども、あの判例が出てましてね、えー、無期転換を回避することを目的とした雇い止めを。 した目雇い止めをしたことをもって、えー、直ちに同法にて、同法っていうのは、老刑法です、同法に抵触するものではないと、こんな判例出てるんですよね、だから、本来だったらこういうやり方は望ましくないという、えー、法の趣旨から望ましくないという趣旨の答弁されてきたと思うんだけれども、判例でこんなことは出てるわけですね、私、老刑法の18条、この規定ではですね、歯止めか、 雇い止めが止められてないと、こういうことは明らかだと思うんですねあの、強く無期雇用が原則ということについての検討がいるということを重ねて申し上げたいと思います。そこで、あの無期転換ルール、これ適用されない、あ無期転換、無期転換で、無期転換のルールが適用されない非正規公務員と、無期転換の申し込み権すらないわけですよね。 これ公,務公務の非正規の9割が今、会計年度任用職員になっております。これ、制度導入以来、3年たつのが来年の3月末ということになるんですね。ここ、この3月末に公募をかけるという自治体が少なくないわけです。このままでは、自治体により雇い止めが懸念されるわけです。で公募公募 公務の非正規女性全国ネットワーク、ハムネットとおっしゃってますけれども、この調査が出ておりまして、将来に不安を感じるという人が9割に上っているわけです、これね、労働者として、あまりにもです、ね、不公平じゃないかという声が上がってるんです、労働行政を所管する大臣としてですね、非正規公務員。 ここにもね、無期転換の申し込み権、せめてこれ、認めるべきじゃないかと思うんですけれども、いかがですか加藤厚労大臣あの。委員ご承知のように、その国家公務員と地方公務員については、任命権者との関係で、との間の関係が、まあ、両者の合意によって成立する労働契約の関係ではなくて、いわゆる任用等公務員法制上、理をされて、 最高裁判例も、これは労働契約ではなく、広報上の関係であるとされておりますので、まあ、これを踏まえて、労働契約広報第21条により適用除外となっているというのはこのベースにあります。で公務員の任用云々に関して、これはまさにちょっと私ども直接関係ではないことは、もうご承知の上でのご質問だと思いますけれども。 まあ厚労省としては公務員制度所管官庁に対して、無期限転換ルールの趣旨内容について情報提供を行っているところでございますし、最近8月においても、無期転換ルールの見直しを検討している労働政策審議会。 労働条件分科会での議論の状況を共有をさせていただいたところでございます。まあ、一方で、今、指摘になった地方公務員の皆さん方は、私どもの国民健康保険を含めて、さまざまな業務にですねその大変なご尽力をいただいて、重要な役割を果たしていただいているわけでありますので、そういった皆さんがやりがいを持って働いていただく、そして必要な方に必要な支援が届くよう、これ、各自治体にご対応いただけるよう、我々としてもできる努力はさせていただきたいと思います。 いやあのその地方公務,員公務員法との関係をおっしゃいましたけれども、当時から見てね、現場の実態っていうのは、すごく働く人たちの,あの割合が、非正規が非常に多くなってるんですよね、その現場の労働実態を踏まえて、あのやっぱりね、しっかり光当てるべき。 あのしっかり検討しないといけない時期に来てるということを申し上げたい、その上で、私も、ね、現場の会計年度任用職員のお話を伺ったんですあの、保険料の徴収業務の担当をしていると、あるいは子どもの相談支援員、心理士の資格を持っておられる方、えー、ほあの看,看護職や保育士ということで、あの正規職員と、ね、ほとんど仕事変わらないことをやられてるんですね。 むしろそこで長く仕事されておりますので、これまでに、新人の正規職員を指導するようなね、スキルを持ってるという人たちが、会計年度任用職員に切り替えられているわけですよ。で、その上でね、自治体によっては、もう職員の半分を超えてるっていうところさえあります。で、非正規職員なしには、現場、自治体の運営できないというぐらいのところにまで行ってるんですね。 経験とスキルを持った職員の雇い止め、これやればどうなるかっていうと、厚労省が進める施策、これ交代させかねないと、質を落としかねないと思うわけですよ。非正規公務員の果たしている役割について、改めて大臣の認識を確認しておきたい片尾厚労大臣あの。重ねてになって恐縮ですけれども、まあ、そうした皆さんがあの厚生労働分野においてもですね、 大変な力をいただいているということを、をこれは私の十分承知をしているところでありますので、あのまあ、この話じゃありませんけれども、ドイツ労働、ドイツ賃金等ですね、そんな取り組みもさせていただいたところでもございます。で、あの上期非常勤にかかえなく職員の皆さんがやりがいを持って働き、そしてそのち地方であり国でありですね、その対象になっている方々、国民の皆さん方に。 必要な支援が各地に届くよう、しっかりと各自治体においてもお答えいただきたいと思いますし、先ほど申し上げた厚労省としてもできる努力は払っていきたいというふうに考えております倉君いやどんな努力するかといったら、総務省にき,きっちりね、やっぱ働きかけていくと、政府全体としてこの問題解決に向けて動いていくということが、あの厚労省の所管する行政を前に進めていくという上でもね、ちょっとね、本当に大きな。 にななりかねないっていうふうふ思ってるんです、すそういうや役割を果たしていただいてると、大臣おっしゃるんだけれども、賃金はね、正規職員とあの数百万円というようなね、格差の例もあるんです、残業代、も出るところもあるけど、きっちり出ることはないと、退職金はほとんどありません、1.4万人の、うん、弱の回答があった、 自治労連のアンケート調査がありますでこれ見ましてもね、年収が200万円未満という非正規が6割に達してるんですね。で、非正規の公務員のおよそ9割が、非正規の公務員のおよそ9割、一般よりも比率高くって、女性なんです、ここが。ほとんど女性が担ってる仕事になってるんですよ。 であの女性はね、扶養家族だからパートでいいというような実態は今、ありません、実際に主たる成型者はでどうですかと聞いたところ、半数が、ね、主たる成型者になっております、成型を成り立たせるために、低賃金の非正規公務員がどうしてるかというと、ダブルワークでトリプルワークしてるんですよ。そうやって やらざるを得ななないというようよ状況なんですで男女の賃金格差是正に向けてです、ね、企業に対する賃金格差公表の義務付けということ、始まりまして、これ、23年度には地方自治体にも適用されるということになっております、これ、どんな開示方法を検討しているのかご紹介を内閣大臣官房、畠山審議官。 お答え申し上げますご指摘の地方公共団体を含みます特定事業主における職員の給与の男女の差異の公表につきましては、本年6月に決定しました女性活躍男女共同参画の重点方針2022におきまして、民間企業等の開示とともに、国地方公共団体についても同様に女性活躍推進法に基づく開示を行うこととしております。 具体的な公表の内容、方法等につきましては、現在、関係機関と連携しつつ、民間企業等における公表時期の考え方と同様に、 本年年度度の実績をを来年度に公表すするる方向でで検討を進めておるところでございます女性活躍推進法に基づく情報公表については、職業生活を営み、または営もうとする女性の職業性選択に資するように行うこととされており、その制度趣旨に沿いまして、民間企業等との比較可能性を踏まえつつ、各機関における状況を適切に情報公表する観点から引き続き検討を進めてまいります。 今の話聞いてもようわからん、検討中だということは分かりました。でね、あのー、これ、実額を示さないで比率だけと,で、えー総数とそれ、総数の比較と、あと正規と、正規の男女、比率で出すと、非正規も比率で出すと、そういう公表の方法が一般ではこう先行して義務付けでやるということですよね。 これが、じゃあ、あの地方公務員の方あの公務員の方でも、こういう運用がされるということになると、どうなるだろうかっていったら、賃金格差がね、非常に見えにくくなるんじゃないかなという懸念をしております。正規で見るとね、男女の、あ民間よりも男女差は小さいんです、公務員。しかし、非正規になると、先ほど紹介したように、半分以下になるんですよ。でその そういう意味で言うとね、そもそもこの男女の賃金格差の公表っていうのは、比率だけにとどめずにですね、賃金格差、これ、明らかになるようなえ非正規の男女別賃金っていうことも含めてね、合わせて出すべきじゃない、公表していくべきじゃないかと思うんですけれども、これ、大臣いかかがですか村山雇用環境均等局長お。お答え申し上げます。 二点のところについてのご質問重なっているんだと思いますけれどもまずあの男女間賃金格差について OECD 等で比較するときには普通はフルタイムの労働者同士で比較されるというのがあの通例でございます一方で我が国では先ほど大臣からもご答弁ございましたように同一労働同一賃金に向けた 雇用形態による格差是正等が課題になる中で、えー、この先ほど委員からご指摘のあった女性活躍推進法に基づく男女の賃金の際の公表につきましては、今、えーとえー、委員かもございましたように、全労働者と正規雇用労働者と、 パート有期雇用労働者、全労働者の中の内訳の正規雇用労働者と、やはり同じ内訳のパート有期雇用労働者の3区分で行うということにしております。これによって、全体の構造という意味では、はっきりと分かりやすくなっているのではないかというのは、まず1点ございます。で、その上で、あの委員ご指摘のもう1点は、あその私立だけではなくて、実学でというところだというふうに思っております。でこれに関しましままてはまず1つはずつ 比率がすべてを表すのか、と申し訳げません、ね、ということではなくて、あの男女の賃金の差につきましては、女性の登用や継続収入の進捗を図る観点から有効な指標となりうるものでございますけれども、全体像を理解する上では、やはりそれ以外の補足の情報も必要だということで、事業主に対しまして、男女の賃金のみでは伝えきれない自社の取り組みの実情に関する詳細な情報等を併せて公表することが重要であることについて、周知も図っているところでございます。 その上でまた、イギリスやフランスでも実額ではなく、割合や指数で公表していることも審議会の方で参考にしていただきまして、最終的には割合で開示することとしたものでございますし、また事業主自身は、その中で、その年間平均賃金の実額を雇用形態別、男女別に把握しているということも、非常に重要な要素ではないかというふうに考えているところでございます山内幸君。 いい対策求められたら、今度補正も出るということですよね、これ、求められてるのはね、構造的な賃上げをどうやってやっていくのかということだと思うんですよ。非正規の公務員を増やして、低賃金に貼り付けると、安上がりな労働を女性にわれ合やってると、こういう構造を作ってきたっていう政府の正義なん極めて重大だと思うんですよ。これ、政府がね、賃上げの決断をするときなんじゃないのと。 言いたいたんだけれどど最後大大臣臣うです加藤厚労公務員について申し上げれば、あのそれぞれ、えー、人感を受けて、ですね我々今挙げ、げ、え、て、ー、これまでそれを賃金の引き上げ等を図ってきたところでございますんで、まあ、そのまずベースになる民間の賃金をしっかり上げていく、それからもうその中でも、最賃を上げていく、まあ、そういう努力をこれまでもさせていただいているところでありますし、さ、ま、ら、あ、にそういったことを通じて、 先ほど他の委員とのギョギョもさせていただきましたけれども、賃上げの構造的な問題、こういったものにしっかりと取り対応していきたいというふうに考えております倉君いや、構造的な賃上げをどうやって進めるかっていうときに、最賃の引き上げ、これは大きな課題だし、1000円でええのかっていう話でなくてね、1500円。 を目指すべきだとわれわれ申し上げてきてますけれども、もう一つ大きいのはね、やっぱり女性の賃金の低さ、これを構造的にどう切り替えていくかっていうことでこれ民、民間よりもね、公務の方が非正規で言うたら女性の賃金低いんですよ、ここ変えていくっていうことからね、やっぱり賃上げ、賃上げに向かっていくという流れにつながっていくと。 思いますので、物価高対策、賃上げ対策としても、ここの対策には本当に早急に踏み込んでほしいと申し上げて終わります。